はい。このビデオは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの行動中心アプローチの日本語教師研修の広報ビデオです。このビデオでは、インドに住んでいない皆さんに対してお知らせしています。インドに住んでいない日本語教師の皆さん、こんなことはないでしょうか例えば、言葉や文法を教えていても学生が実際に使えるようにならないとか、 あるいは文系を教えるための例文とか場面を考えるのが大変とか、あるいは教えている文系が本当に役に立つのかわからない、えー。もしこういうことがありましたら、そんな時には、えー、行動中心アプローチがとてもいいですで。行動中心アプローチというのは、その行動をするためにはどんな日本語が必要かを考えるんですね。で、それを考えた上でさらにそこから何を教えるかを考えるという方法です。 えー、この考え方は CFR、Common European Framework of Reference とか、えー、国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードの中心的な考え方になっています。で、アメリカの、えー、TBLT っていうのがありますね。Task-based language teaching。これも、あの、うん、まあ、違うところはあるんですけど、えー、よく似ていてほとんど同じだと思っていいです。えー、ただ、えー、オーディオリンガルとか文系シラバスとは全く違います。 ですので、えー、みんなの日本語でしか教えたことがない人、えー、そういう日本語の先生には、えー、とても大きな、えー、勉強の機会になると思います、えー。目から鱗が落ちるとかですね。そういう評判をいつもいただいております。えー、っと時間はですね、えー、2021年の4月7日から10週間のコースになります。えー、日本時間では午後6時から7時までですから、えー、ちょうどあの仕事が終わって、えー、晩ご飯の前に参加するぐらいにはちょうどいいんじゃないかと思います。 で、このコースに向いている人は、えー、いわゆるビジネス日本語を教える先生ですね。なんでかっていうと、その働くっていうのは一つの行動だからです。えー、それ以外にも、えー、茶道とか剣道とか、そういう日本の伝統芸能とか武道とかですね、そういうのを、えー、そういうのが好きな、えー、外国人に日本語を教える人にもとても向いていると思います。なぜならこういう練習をするというのも行動だからですね。 えー、そうじゃなくても、ただ単に日本人の友達がいる外国人に日本語を教える人にもとてもいいです。なぜかっていうと、遊ぶっていうのはこれも行動だからです。えー、このコースに参加すると、えー、行動中心アプローチ、すいません。このコースに参加すると、行動中心アプローチのコースを自分で作れるようになります。あの、作れるところもあの皆さんで、えー あの、サポートし合って最後までできるような、そういう仕組みになっていますね。ただ単に勉強するだけではなくて、そういうコースを開発できるという、えー、そういうコースになっています。で、えー、ご自分の強みを生かしたり、あるいはその特定の業務に就く外国人のための日本語のコースを開発できます。はい。えー、それから最近、あの、注目されている丸ごととか彩りの背景にある考え方も学ぶことができますね。 ですので、自分でコースを開発しなくても、こういう教科書を使う人にとっても勉強になる、そういうコースだと思っています。お申し込みはこちらからですね。Chrome などのインターネットブラウザのアドレスバーに、ビットリースラッシュ JFND2021AOA。これを入力してください。AOA はアクションオリエンテッドアプローチの省略ですね。あるいは、こちらの右側の QR コードを スマホなどでスキャンしていただいてもお申し込みのフォームを開くことができます。はい、それでは、えー、たくさんの皆さんにこの、えー、行動中心アプローチの教師研修でお会いできることを楽しみにしています。失礼します。